月曜日のため、本日29日及び 3月1日の会議に出席できない旨の届け出がありましたので、その代理者として本日の会議に公安委員会委員金城統慶君、29日及び3月1日の会議に同委員会委員天方哲君の出席を求めました。日程第一、代表質問を行います。質問の通告がありますので、順次発言を許します。糸須智則君。